はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はねガチャを引いていくんですけれども、ダイヤのエースアクト2新青銅高校の、サクチャレがね、11月24日の火曜からスタートします。で、報酬には、ハルッチの別バージョンが登場となっておりまして、例によって特攻3ですね。こちらを確認していきますと、基本的には新青銅高校の、キャラクターが名を連ねていて、あとはその鋼鉄種以下に守るとか7位の別バージョンとか三本松の別バージョンなんで、最近ね、暁で出てきた別バージョンのガチャのキャラとか、あとフランケンとかが特攻さんでいます。で、やっぱり新青銅高校に関してはキャッチャーでやっていくのがセオリーかなと思いまして、そのね、新青銅高校応援ガチャ的なのが今投手とキャッチャーで、出てますので、今回はこっちの投手の方じゃなくてキャッチャーの方を引いていきたいと思います。内容はもうかなり似てる感じになってて、70連まで引くと、PSR の選択権がもらえます。で、こっちはキャッチャーなんでキャッチャーの PSR 選択権、一応ピッチャーの方も見てみると、同じ感じですね。ピッチャーの方の PSR 選択権70連までということになってます。で、今回はこちらの、キャッチャースペシャルガチャの方を引いて、で、ただ唯一のね、懸念点とすれば、もう不動の4番三幸和也くんが PSR プラゴなんですよね。これはもうどっかでは絶対かぶっちゃうと思うんで、いかに三幸和也を引かないことというのが今回の課題になります。じゃあ10連目から引いていきましょう。10連目は全部バナーキャラのみ出現で、 PR が1枚以上入ってますということで、3キャラが絶対入ってるという感じですね。はい、あ、虹、これはなかなかいいんじゃないでしょうか。ただし三幸和也が入ってないというのが前提。三幸和也 PR、 奥村プラゴだけど、やっぱり PSR 選択権で取るとすれば、由井少年か奥村かっていったら、今のところ考えてるのは奥村かな。このガチャ次第にもよるけど。じゃあ20連目、ここは普通です。 SR が1枚入ってるっていう感じ。だからここで奥村どれだけ稼げるかだよね。もう言っちゃうと、奥村、よしよしよし。PSR の選択権で奥村取ってどこまで解放できるか。あと一応厳選25キャラだけなんで、そこもなかなかいいところかな。そこまで、なんていうの、なんかちょっと微妙なキャラも入ってるけど、無能キャラが大量に出てくるっていうことはないです。結構微妙なキャラ入ってんね。いいか。じゃあ30連目。30連目と40連目はバナー SR。 あれ、ピックアップじゃなくて出現率アップはだから効いてはないのかな。多分80連目とかその確定がみゆきかやっぱそうなるよね。いつかは出てくるよ。 OK お前いたんか。これ登場だよね。そうだよねちょっとさ、おっさんっぽくない？いいけど、使わないから。じゃあ、40連目もいきます。これ PSR プラゴになっちゃったキャラってもう本当に使い道がないからね。それをどうにか処理できる手段を、きらめきにするっていうのはさ、またみゆきだよあるけど、こいつは名前忘れちゃった。岸田君意外にレベル低いかな俺。至高の一塁手も取れるし、今三本松でも取れるけどね。利用価値はたまに出てくるかな。で、ここは選択権がもらえます。50連目。はい、内容的にはね、全然いいガチャだと思うんだけど、幹線投手とキャッチャー両方やろうとすると、
かなりきついっていう。うん、優勝ね。まあまあまあいいでしょう。今のとこ結構ばらけて出てる。金丸か、そう、ここら辺金丸とか東条とかが出た時のガチャ確か俺ね引いてなかったと思うんだよね。で選択権です。で60連、ここは、PSR、 普通の PSR です。そのバナー PSR とかじゃなくて普通に PSR が出てきますというところ。ここで誰が出てくるか。結局1枚しか入ってないっていうね。赤原、赤原はもうプラ4とかで、なんか普通に手持ちを重ねればプラゴに持っていけるような気がした。じゃあ7中連目いきます。ここは別に普通に出てくるのは SR キャラで PSR の選択権がもらえますというところです。だからね、 PSR プラゴが揃ってくるとね、ちょっとガチャ引くのもね怖いは怖いんだよね。フランケンじゃなくて普通のオーダーか。普通のオーダーでもフランケン用に使えるからね、という感じです。で最後に PSR 選択権がもらえますと。一応これで手札を揃えて、手札を揃えて、一応もう一回ちょっと特攻さんを見つつ、編成を、少し考えました。まあ、自分は多分これでいきますという編成ですね。まあ、まずはやっぱりね、その特攻キャラで固めるというのがあるのと、あとそうそうそう。他のボーナスとしては、まずまあ、得意練習の数をね、いっぱいにしましょうっていうのは、毎度毎度で。で、今はもう2種類練習持ちがたくさんいるので、これはもう特にあんまり意識しなくても大丈夫だと思います。で、ただ、少し意識しないといけないのが、女の子キャラを2人入れましょうということですね。まあ別に女の子キャラも結構強いキャラというか、女の子キャラかなり強いキャラ揃ってるんで、サックスペは。まあ、手札にいれば2人入れて、あとは特攻さんっていう感じ。特攻さんはもちろん不動のみゆきも入れて、あとは奥村も入れて、ゆい少年も入れて3人でしょ。あと7位をちょっとお借りします。7位は持ってないんで、7位借りて、あとは女の子キャラが特攻イベキャラ3人いないんで、これを2人持ってこなきゃいけないというところで、そうすると特攻イベキャラ2から女の子キャラを2人持ってくるんですけれども、まずは野球マン5号ですね。上から2番目の野球マン5号がその前回のガチャで PSR プラゴになったんで、これぜひ使いたいです。とあと、まあ、見ていくと俺はエプレミちゃんかな。エプレミちゃんが PSR プラゴなんで、まあ、パーセンテージも高くなるんで、エプレミちゃんを使って、やっていこうと思います。これで、6人のデッキになります。まあ、そんなところで、来週の火曜ですねスタートになりますので、まあ、1回その前にお試しで走ってみようと思いますというところで、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。